お酢の炭酸ドリンク飲んでるんですけど、酸っぱすぎた。びっくりした。涙目のうちだ。今から5周年コンサートの周年コンサートでいいかな。実況配信します。10年実況配信。待って、今ねテロップ書いた。 OK。全部はショールームに入らないよ。全部入らないので、略しましたよ。じゃあ、私は DVD があるので DVD で見ます。ID があったので 登録してたやつがあったので、あれも一応見れたのよ。なんだっけ？映像倉庫でも見れたんだけど、映像大きい方がいいので DVD プレイヤーで見ます。ででん。皆さんゼロにセットしてください。ゼロにセットしてます？どこに置こうか。これ、ビーン。まとめ出しにも程がある。ディスク5、チームメイト結成、5周年コンサート in 川口コステラティアターだって in 川口コステラティア ステラシアターですね。はい、ステラシアター。うん、じゃん。富士山麓ウェイト祭り2019昼公演の1日目、2日あったんですけど、1日目のお昼公演を見ていきたいと思います。最初に私のね、県出身県なので、私がセンターたくさんやらせてもらえたり、ソロでやらせてもらえたりしたコンサートです。なんとこのね、1曲目に私がソロで歌ってるんですけど、超音痴で、もともと歌そんな上手じゃないんですけど 言っちゃうと。緊張してたのまで超歌下手で、その最初見んのマジで嫌だけど、ゼロからスタートするってことは見なきゃいけないんで我慢してみます。なのでさっさとそこは見ていきたいと思います。じゃあ皆さん、ゼロにしましたか？これね、スイッチつけて、ついたついた、いいね。
イヤホンもつないで。ちょっと音漏れすごいんだけど。ちょっと大きいな、でも。大丈夫かな。これでメニューに戻って、え、待って、プレイオールってすればいいんだよね。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ待って、これもあのせーのってやったら時差が出ちゃうので、あのドボンと同じ形式で何秒に押してくださいっていうのにします。いいですか。ってことはみんなさ、端末3台ある感じ。そうだよね。正確に合わせた方が良くないですかと思って。みんな3台ある感じね。じゃあ22時11分30秒、ぴったりに合わせられます。それか、あ、もうちょっとキリがいい方がいいから、22時12分ぴったりにちょっとプレイオール押してください。プレイオール、 DVD の人はプレイオールで、劇、あの映像倉庫の人は普通に再生ゼロで再生をしてください。多分2時間20分あるので、2時間20分あるので全部を見切れないかなと思うので、次回とかに回していきたいと思います。あと10秒くらい、みんな押してね。はい、どう？できた？めっちゃぴったりに合わせた。出てきた。ちょっと実況してるんで、あのコメントしてくださいね。あの歌下手とか分かってるんで、それはしないでください。めっちゃ下手だから。しかも顔引きつってるし、この絵見るの本当に一番嫌なんだよね。初めての曲知らんけど、山本さやかなのか、さやかさんのですよ。なんで笑つけんの。初見の人だけど、歌詞間違えて笑ってるし。これまだ前座だから、なんか人まだ入ってないね。しかもこの時より今より10キロぐらい太ってる。顔がね、
足とかもちょっと肉付きがいいなって思った 久しぶりに見て、この時ステラシアターで号泣していました。だって、太っ 足太っ。やっぱ10キロも違うと足変わりますね。みんなが作ってくれた凱旋の横断幕、凱旋。みんなこうやってやってくれてる。この曲選んだ理由？さやかさんが歌ってるのなんかで見て、映像かな？それでめっちゃいいなって思って、いつか歌いたいなと思って、難しいけどいいやと思って歌っちゃった。そう、左ともうちわがある。めっちゃさ、会場良かったと思う、自分的に。ファンの人は寒かったからあれだと思うけど、こんにちは 今日はちょっと曇りで寒かったんですけど、富士山も見えて、最初歌詞を間違えてしまって、次の曲何でしょう？あの曲って何ですか？この曲は隣のバナナ。わ、なんじゃこの顔は。言うな みんなの反応悪すぎて、えってなったんだよ、2人で。で、なんか言うのも気使わないし、本当に大好きなメンバーなので、変なことも一緒にできるし、私最初の前座にはぴったりなメンバーかなと思ってお願いしました。で、この曲にねした理由は、なんかね、てか めっちゃ懐かしいね、これ。やばいね、これ。3日か4日ぐらい前に決まったんだよ、この曲で。なんでこの曲にしたかっていうと、なんか2人がめっちゃ可愛い曲とか澄ました曲やってもちょっとぽくないよねとかなって、まあ隣のバナナいいんじゃないのってなって、でそれにしました。てか、なんかね、この時私ってやっぱ今冷静に見てて思うけど、なんか頑張ろうってなってて、自分が出せてなかったなって、すごいそれは後悔してる。なんかもっと、でもこれを通してなんだ、緊張に慣れたっていうか、このコンサートを終えて冷静になることができたかも。やっぱ5周年コンサートだったから、5年経ってもやっぱ緊張してたし、この時地元だったし、顔引きつってたし、もう一回やりたいって思う。もう課題点がいっぱいすぎて。
お、本編がいよいよ始まります。わ、めっちゃ綺麗、富士山。ステラシアターの声見に行った人、一曲目は蜂の巣ダンス。今踊れるかな、全然踊ってないよね。ひだやがセンターにいたの見てまた泣いてしまいましただってね、センターなんて今までやることなかったもんね。私が最高の経験させてもらったよ。この衣装は可愛いよね。あかりん好き今卒業しちゃったメンバーもいるからすごい懐かしいね。セトリとかもスタッフさんにやりたい曲を何どういうのやりたいって聞かれて、あとメンバーもやりたい曲を言ってセトリをスタッフさんがこう構成したって感じです。だから5周年コンサートの1日目2日目のセトリはみんながやりたい曲を詰め合わせたセトリって感じだったから、やっぱそのね、例えば誰々が何やりたいって言ったらその子がセンターとか、そうそうそう、これみんなすごい満足してくれたコンサートだったかなって思います。寒かったのがそれだけが申し訳なかったけどね。みんな寒い寒い言ってて、私は寒いって言えなかった。この歌すっごい好き。あかりんがセンターだったんじゃないかな。でもこの曲いい曲で綺麗な曲なんだけど、めちゃめちゃダンス難しくて、なんかあかりんと直前までこうだよねこうだよねって言い合ってたの覚えてる。手が愛おしい、腕手が美しい、夢の中でそんな夢
この曲聴くとすごい涙出てくる。ひじりがいる。ひじりん。19年、2年前か。2年前だもん。早くエイトで踊りたいな。TDC もね、本当は私も出たかったんですけど、やっぱコロナの関係で私とハルピョンが初期面で唯一出れないんですけど、すっごい悔しくて悲しくて、でもそれもやっぱコロナには逆らえないし、そう、誰が悪いとかでもないし、安全第一でね、健康に生活するのが一番だから、そう、まあ悲しかったけど、私たちにできることを頑張りたいなって思った。でもそう、みんなと踊れないのがすっごい寂しくて悔しかったです。通知来なかった。今何秒なんだろうこれ。今3曲目。これは横道が選んだ曲だったのかな。ミサッキーもいるじゃん。ペダルこいで曲がった車輪の14分付近だそうですね。全員出れると思ってたのに、私も思ってたけど、しょうがないしょうがない、皆さんが離れていかなければ私はそれで安心です。 TDC 行って推し面見つけて推し変されちゃったら嫌なので。この曲さ、ペダル、なんだっけこの曲の題名。結構エイトでやってるこの曲ね。 STU の曲。ペダル。みんなわかんないんじゃん。青春フィロソフィー始まりました。私も好きな曲。夢を見る回数が減って、大人になってゆくなら、私は窓を開けながら夢を見続けられる。ずっと雨が降った校庭、スニーカーが汚れても洗って干せばいい。
楽しかったな本当にマジで。聖獣はままに大聖服は抜くまでは切ればいいのか誰も知らない。聖獣はままに大聖服は抜くまでは生まれたあの日の前足のように。あやね、あやねの選んだ曲かな。きっと慣れないプレッシャー、永遠プレッシャー、すっごい似合うねセンターが。私より一つ上ですよあやねは。マジで可愛い。You know、 ケヤキ通りで、みんなコメントしてね。突然告白された、どうして私のことを。寒かったけど日差しが強かったね。そう、日差し強かったんだよね。ちょっとそれがありがたかった。眩しかったけどね。これが日差しなかったらめっちゃ寒かっただろうね。どこに並んだあなたが。あ、ウィンクいただきました。はい、かわいい。はい、かわいい。はい、かわいい。なぎたん、はい、ゆうゆうかわいい。焼けた、焼けた。日差し強いから焼けたのか。しかもさ、ファンの人めっちゃ顔よく映ってない？知ってるファンの人映りすぎて笑っちゃった。え、こんなはっきり映ってんのと思って。え、やけどしそうだったほど暑かった？日差しが？嘘だ。この曲の終わりの時のあやねちゃんは超可愛い。この時以外も可愛いけど、この時は特にめっちゃ可愛いよね。髪の毛切って正解。長い時も可愛いけど、短い時、短い方のがあやねって感じがする。かわいい。イエーイ。 MC 入った。チームエイトです。
真っ白真っ白言えてなかったぞ。いや本当に自分嫌だ、本当にこの時も自分嫌い、もうはっきり言うけど。なんかね、もうちょっと冷静にやれよって思っちゃった。すっごい挙動ってるっていうかね、めっちゃ緊張してんだよね。喉が鳴っちゃった。好きだけどな。嬉しい。なんかね、めちゃめちゃ緊張してる顔が伝わってきて、なんか見てて恥ずかしい。自分がね。お腹？喉の音。白。セリカ白。思った、エリナちゃん呼び、ひじりエリナちゃんって言ってないよね。そう、メンバーのみんなが1日目出る人は2日目富士急でファンの人と乗り物乗って富士急のステージでミニライブするみたいな感じだった。で逆で2日目イベント出る人はこの1日目の時に乗り物乗ったりしたね。でも私のファンの人は乗り物乗ってたらおかしいよね、だって私2日間出てるもん。2日間出てるもん。でも正直版の人と絶叫乗って、ヒダーヤ全然顔拭けないで乗ってるじゃん、全然絶叫いけてるじゃんって思わせたかった。ゆいゆいのコーヒーカップ乗ってました。あ、裏切られた。言ってないですよ。真っ白かわいい。さよりのパン食べたいな。みんなコメントしてね。でもさ、実況配信今見た人はさ、わかんないね、どの場面か。今何秒だろう、これ何秒かって見れなそう。
何秒か分かる？みんな。27分15秒。今27分20秒とかそれぐらいらしいです。もうまあちょっとロスがあるので27分40秒くらいに合わせれば大丈夫だと思います。今から見る人、5周年コンサートの昼公演見てます。私の自己紹介きた。柔道私より後ろのなぎちゃんが可愛すぎて自分の顔よりなぎちゃん見てますうん、めちゃ緊張してたよね。声が自分の声じゃないもんね。あーかながでばーみたいな感じ。そう、生誕祭で山梨を言わなかったのは本当にバカですよね。バカです。お人形さん見たらマジで可愛いそれでね、その生徒さんで山梨って言えなくて横道が言ってくれたんですよ。優しい横道、自分の静岡って言わないで山梨って言ってくれたの。小道本当にいいやつねえ、懐かしい。本当に平屋の次の生誕祭はいつになるんだろう。確かにいつだろう。え、確かに生誕祭89、10、11、12、もう5ヶ月経ってる。雫公園やっても踊れる。いや踊れない勝手に生誕祭配信やるとか勝手にね、踊れん。創作ダンスでいいなら、デタラメダンスでいいなら踊る、やる。
下尾とこの間あったな。下尾ってめっちゃ大人っぽく見えるよね。この時いた好きなんだハッシュタグ、好きなんだハッシュタグの時いたわ。最高。ハマってさ、ハマってさ、ほんと面白いよね。みんなの衣装の色は、衣装の色はね、選べないんですよね。やっぱサイズがあったやつを衣装さんが持ってきてくれてって感じなの。後ろのさ、横道のさ、笑顔がマジで可愛い。桃色だから、桃色の服着てんのかな、ももちゃん。桃色の衣装。弟くん、この時なぎちゃんと挨拶はできないでしょ。学園に入れないよ。この時マジでびっくりしたけどさ、その後卒業しちゃってマジで悲しかった。かわいい、ひじりんかわいい。どこ？ひだや、久しぶり、久しぶり。みなさん、今来た人とか何やってんのって感じですよね。5周年コンサート、
チームエイト結成5周年コンサートの実況配信をしております。今はね、だいたい何分くらいですか。ぜひ見れる方は映像倉庫にあるので一緒に見ましょう。だいたいあのね、1日目のお昼公演見てます。だいたい今何分くらいだろう。ただいま37分40秒、まあ、38分くらいに合わせればいい感じのとこで見れると思います。ひなこってすごい今まででいないキャラだよね。チームエイト、エイトに今までにいないキャラかも。いるいる。22時12分から始まってる？どういうことだ。22時12分から始まってる？どういうこと？愛もいい、柑橘いっぱい、愛もいっぱい。あ、22時12分に見始めた。あ、なるほどね。そうやって言ったらわかるね。そう、22時12分に0秒ぴったりで見始めました。あ、なるほど、頭がいい。 OK、 なるほど。じゃあぜひ皆さん、ちょっと俺まだ最初から見れてないからもう無理だって他のルーム行くんじゃなくて一緒に見ましょう。映像倉庫に結成5周年コンサートの1日目のお昼公演、22時12分から見始めました。すごい横道のさ、このさ衣装の色、あれに似てる。スーパーマンスーパーマンに似てる。横道から何かなぞー。ああ。お、やっぱ静岡代表だったの横道は。富士山競うっていうのをよくしてたけど、それはネタとしてしてました。今になって言えるけど濃い子供だよね、この二人。横道とルンバってめっちゃ子供で可愛い。ギオテン、ギオテンは同い年。さ、同い年でこんなにさハーフツイン似合う子いる？めちゃめちゃ可愛いよね。
今日って早生まれ？早生まれなんだ。あやね、あやねのこういう感じ好きなんだよね。あのなんか見た目はすごい年下っぽいんだけど、あのやっぱり喋るとすごいお姉さん感があるっていうか、頼っちゃいたくなるメンバーだなって思う。あやねはすごい考え方が大人だなって思う。初、うんうんうん。めっちゃ早口やん。あやねちゃんはリアル長女。そう、あやねはね長女だもんね。見た目とのギャップ、そう、見た目とのギャップが多いから、ファンの方もあやねファンの方もそこに惹かれてるって部分あるかもね。ハッツのね、謎の動きあるよね。ハッツ、それがハッツのいいところ。セリカさ、後ろのさ白い壁とさ肌同じ色やん、同じ色やん。あ、来るよユニット、ジッパー来るよ。もうね、ジッパーをセンターでずーっとやってみたくて、もうミルキーさんを見てめちゃめちゃ表情とか勉強した。この時は緊張っていうよりもめっちゃ自分ミルキーさんだと思ってやってた。でもおだえりとあかりんっていう本当最強タッグを組めてよかったと思ってる。なんかレッスンも楽しかったし、一緒に踊れたのも楽しかったし、きっと私年上のメンバーがすごい頼りがいがあって好きなんだろうなって思った。メンバー意外だった。私大好きなメンバーです。よーじゃちゃちゃららら、そんな背中のジーパー、ちょっと負けてちょうだい、甘えた声で言われると背中のジーパー
君を両手で抱きしめたくなるんだ。 NNB さんの衣装と若干違うんだよね、あのカチューシャなの、 AKB のジッパーの衣装は。カメラの前に映ってる君と僕のエブリデイ、確かにセクシーな君だけど。あ、脱ぐよ。ファンの人めっちゃ笑ってるよ。おーみたいな、寒そう。お、脱ぐよ。え、なんか今見るとめっちゃ太ってるって思っちゃう。もう一回ジッパーやりたいな、今の体で。腹筋全然ないし、くびれも全然ない。でもなんか男が好きそうな体してる。この時の私、むっちり。え、ジッパーまたやりたいな。言い方、あの正直に言っちゃうんでね、私。なんだっけこれ、虹の作り方だっけ。この時はこっちは映りたくない。そうだよね、ファンの人は。虹の作り方だ。みんな新人なんじゃない、初期面じゃないね、みんな。みさっき細くない、めっちゃ細。確かにすごいファンの人いるじゃん。めっちゃファンの人映ってるよ。この辺りで自分が映り込んでる。後で止めて見とくわ。さっきの言い方だと男が好まないからか。いや、そんなことはない、そんなことはない。なんかさ、ムチムチが好き、ムチムチイコール男の人が好きみたいなあるじゃん、そういうの。でもさ、ちゃんと胸もあって、腹筋割れてて、もう本当にモデルみたいなさ、もう女優さんとかモデルさんとか、そういう体型もさ憧れる人もいるじゃん。でも大体の男性の人がムチムチって好きじゃん。あのオタクさんはどうか分かんないですけど、そう、まあ、人それぞれだけど、でもこの時の私はあの完成されてないと自分で思ってるので、まあ、いろんな部分が成長してると思って、決して今が皆さん転ばない体体型っていうわけじゃないと思います。はっきり寄せてもらうと、なんかそう言われると言い返したくなるよね。なんか努力してるからこそそうやって言われるとうってなっちゃった今。この3人のユニットめっちゃ可愛かった。
いろいろはっきり言ったね。うん、だって嫌だもん、嫌だもん、なんかそう思われたくないしね。もうゆいゆいってもう何、人間じゃないね、天使だよね、可愛すぎる。なんだっけ、なんだっけこの曲、何披露したんだっけこの3人、ゆいゆいとなぎちゃんとしたをバイバイバイか、バイ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 って曲だ。こんばんは、こんばんは。ゆいゆいは似合って子供だったり大人だったり、確かに曲によって全然違く見えるよね。なぎちゃん身長、この二人が大きすぎるんだよ。ゆいゆいと下を160センチくらいあるんじゃない？だからなぎさん、なぎさん、なぎちゃんがより小さく見えるのかな。ヒダイヤも天使、ヒダイヤは天使じゃないですよ。ダイヤは天使という部類に入らん。かわいい。え、ちょっとこれしゃべりながら見ることができないかもしれない、かわいすぎて。これ結構昔の曲だっけ、バイバイバイって。ヒダーヤは魔性の女キャラ、魔性ですか。私可愛くて美人でもあるお顔羨ましいな。誰が？私？ひまわり組の曲。結構昔だよね、バイバイバイって。バズーカとかめっちゃ懐かしいね。ずっと座ってたらめっちゃお尻痛い。
あ、次、次涙の表面張力。あ、ひじりもそうだったのか。みさきが選んだ曲だね、センターだから。多分みさき、ももちゃん、はま、ひじり。初期面が後ろで支えてるっていうのがいいね。この曲私も結構何回かやってるかも。チーム K で。キリキリさん、エイトに人気な曲。でもやったわこの曲。あやちゃんのしっかりしたいい歌声に僕は気づいてましたよ。あー、ありがとう。そんなこと言ってくれるファンの方が大好きです超自分では下手だと思ってるけど、そういうこと言ってくれて嬉しい。このダンスかっこよくて好き。いいよねこのダンス。振り振りめっちゃ残してやるもん。覚えるまでが結構難しいのよこのダンス。あ、でも今も踊れる。これは結構体が覚えてる。次なんだっけ。あ、仰天とセリカのハートの独占権。え、この曲もやってみたい曲なんだよね。私はこの曲をレイちゃんとやりたい。そう、レイちゃんとやりたいこの曲を。ファンの人めっちゃ写ってんじゃん。レイちゃんがミルキーさんの方でしょ、もしやるとしたらね。なんでもでも二人のうちどちらかを、そんなのあの本命だいな、私か私か。ナイスバディなって自分で言うんかい。あ、セリカが言ってた。すごいセリカファンがめっちゃ映り込んでた。
わってるんだ。うちどちらかを追いかれの運命だよ。私がめっちゃ写真撮る人いるじゃんと思って、写真撮っていいのと思ったらカメラマンの人がめっちゃこうやって撮ってた、下からファンの人だと思って。はっきりしてよ。あ、次もいいよね。次もメンツいい、合ってるよ。あやね似合ってるよマジで。これ好きだわ。ハッツと七瀬もね。てかあやねパジャマ似合いすぎん？なんかもうこのまま、なんかもうこの服着てそう。パジャドラも結構昔の曲？パジャドラ最初のさ、山梨全国ツアーの山梨でもひじりんとかがやってて、うわ、あくびしたな。ひじりんとかがやってたからすごいなんか懐かしいってイメージなんだよね、パジャドラ。そう、公演のタイトル曲、それはね知ってる。ここ好き。オッケー。気上がりを通じ合わない。でもダンス意外と難しそうじゃない？踊ったことないけど。私はどうすればいいの？私はどうすればいいの？どうすればいいのよ。パジャドラ、パジャマドライブの平屋見たい。え、でもやってみたいかも。自前のジェラピケのパジャマ着てやってみたい。それか自前の超ダサダサパジャマ着てやりたい。あ、次もめっちゃ見入っちゃってたわこれ。レッスンの時にめっちゃかっこいいから、マストビーナウ。めっちゃダンスうまいからみんな。横道センターの。ルンバ、横道、ひじりん、ゆいゆい、浜の5人か。めっちゃいいメンツじゃない？初期メンバーみんな。多分これね、本家の NNB さんが踊ってる振り付けじゃなくて新規で先生がつけてくれたやつだったと思う。めっちゃ苦戦してたよね。そりゃ難しいもんな、このダンス。
すごいよ。この感想が激ムズそうだよね。てかルンバがもっと評価されてほしいと私は思ってる。ダンス正確だし、ダンスを覚えるの誰よりも早いし、もっと評価されてほしい。私が言うのもちょっとあれですけど、なんかもっとねダンスやってほしい、ルンバには。いやマジでこの5人尊敬だわ。こうやって帰ってくとこもかっこいいよね。ねえルンバのダンスいいよね。この時私は MC 出てないね。 MC セリちゃん、ももちゃん、お代理、あかりん、そう私がリクエストして、セクシーお姉さんそんなことないよ、本当に私も二人でできて楽しかった。あと仰天と下をさやりんミッサーだね、 MC メンバーは。てかこの衣装もめっちゃ懐かしい、全然着てないかもね。いいことなんだよ、いいことなんだよって言ってる下が可愛いし、下もナイスバディだよって言いたい。なんかかっこよかった。絶対分かってないやろこの反応。ビーステね、あそこめっちゃファンの人見えるから。どんなチャレンジ？あのこのダンスめちゃめちゃ難かったから私2日目でやったけど、
このダンスマジでむずい。この企画初日で微妙な空気になったのに2日目もやったのはびっくりしました。正直な意見やば。これ絶対忘れるよね、このダンス。確かにこれファンの人どういう感情で見てたんだろう。この衣装好き。この衣装ね、でもね夏とかめっちゃ暑い。この衣装だと赤にめっちゃやばいだろこれ。そんな難しいの踊ったやつ大丈夫？みんなさ、このダンスのさ、ゲームのあのルールあんま分かってなさそうだよね。みんな、私も最初分かんなかったもん。私ちょっと緊張してる。ちょっとユニット終わってほっとしてるけど次があるのかって言って緊張してる顔。撮影コーナーですね。
これ後でファンの人が撮ったやつ見たよ。私も YouTube とかに上がってるやつ。これさ、めっちゃ練習したのよ。これ揃わなくてさ、みんなで。これさ、何の曲？この。いつの曲これ？ググタスの空、ググタスのいつの曲っていう話。ググタス知らんの？知らんわけはないけど、いつの曲っていう話です。10年前か。じゃあ私まだ入ってない時だ。なんかめっちゃ曲調変わるやんってなるよね。この曲好き。目を開けたままのファーストキス、チーム4の曲だよね。こういう曲好き。ダンス曲。東海かけたロッカールーム、忘れ物を取りに行ったら。後ろ開けてほしかった。確かにね、中盤から開けてほしかったね。なんか途中で開くよね、アンコールだか最後の方で。マジでこれまた踊りたい。キスをキスをキスを振り向けざま、突然の甘いキスの字。でも結構ダンス難しかった。チビルずっと突き出した両目を開けたままガラスの基礎。
これもマジで難しかった。止めていられるんだろう、溜め込んだて、覚え方を持ってるんだ。横道の表情いいよね。こういう苦しそうな感じの表現力やばい。横道は これマジで難しかった。多分12時までには終わらないので、キリがいいとこで終わって中盤までかな。でまた次回に持ち越します。明日かな。ダンスって振りも難しいだろうけど、位置の移動もかなり難しそう。私はね、位置を覚えるのが 2.25 とか 0.75 っていう点刻みが結構多いから、それを覚える方が私はちょっとね難しい。振りはもう覚えちゃえば体に入るんだけど、立ち位置って全然頭に入ってこないんだよね。で本当立ち位置間違えると後ろの子が見えなかったりとかぶつかっちゃったりするから、立ち位置って本当に大事。ヒジリンがセンターっていうのも良かったよね。ヒジリンの隣で踊れて良かった。なんか今までのしたことない感じのダンス曲だった。なんか音を取るとこが難しかった。うんうんみたいな感じの。なんだっけこの後、
らしい脱げないところが確かに欅坂っぽい歌と振り、確かにね、欲望もこれ初恋あるじゃない？あ、違うわ、初日や、初日、チームエイト、なんかこの時ちょっと緊張も解けてきて、これ踊ってる時なんか泣けてきたんだよ、あの踊りながら、嬉しい泣きというか緊張ほぐれて泣いちゃったというか、だってこの曲初日ってめっちゃ歌詞いいじゃん、いつの間にかなるちゃんが混じってる、確かにリンリンとかも何人かね、確かにファンの人めっちゃびっくりするよね、えなるちゃんとかリンリンいるやんみたいな、泣いた日もある思いより歌えずに自信をなくなった日もある、いつもライバルが夢は汗の中に少しずつ咲いていく花、その努力決して裏切れない、夢は汗の中に目を出してずっと待っている、いつかきっと願いかなうまで、死ぬ気で歌おう、死ぬ気で踊ろう、調子を忘れず全力だけで、夢は汗の中に少しずつ咲いていく花、その努力決して裏切らない、いいね、なんかやっぱこの衣装も可愛いけどさ、ジャケットを脱ぐとまたちょっと爽やかな雰囲気になるからいいよね、なるちゃん遅れてきたぞ、わかったわかった、これさ、乃木坂さんとかさ、いろんなグループが混じった曲、必然性だから、ゆいゆいなるちゃんとかもお助けできてくれたんだ、もうだこの歌好きだよ、痛くなったなぜはどこにあるんだろう、え、この曲めっちゃ好き、このなんか振り付けがめっちゃ好き、私歌も好き、もう一回やりたいな、そうお互いに必要なんだ、
めっちゃ懐かしいね。やばいわ、5周年コンサート。チームエイトがやるとこういう歌もチームエイトっぽくなるか。確かにね。エイトっぽくなるかもね。あ、この後あれだ、キスだって左利き、左利きメンバーと右利きの左友がお送りする曲。あれ違うわ、違うわ、これ左利きメンバーじゃないわ、この時は。あれ、これ左利きメンバーじゃないな、いっぱいいるもん。あのこれ最後に下音本当にキスしちゃったんだよ。左利き、右手を引かれて、首を横に倒しながら、もっとその時を待ってる、キスなんて左利き。左から裏で口に。めっちゃあくびしちゃった、ごめん。いや口笛増えてるんかいみたいな。さっきの私、天神姫もう私大好き。次のコンサートで何かやりたいですかって言ったら絶対選ぶ曲かも。なんか NNB さんの曲って神曲多くない？結構NLB さんの曲人気かも。エイト、これ結構難しいよ、ダンスが。いつかってそう、5周年コンサートの時は結構ね NNB さんの曲多かったよね。
なんかこういう頭振るような曲めっちゃいいよね。大西にめっちゃ合う。いやーかっこいいわ大西。これで終わりだっけ。あれまだあった、大丈夫かな。大人列車で中盤終わりかな。大人列車もいい、楽しかった。リハから楽しかった、覚えてる。あ、確かに大人列車って七瀬っぽいかも。七瀬のセンターだ大人列車は。これの曲もさ、大人列車も結構ダンスがややこしかったんだよ。これ16人でやってるっけ。いや16人以上いるね。昼公演1日目2日目も16人じゃなくて20人ぐらいだったのかな。もう一回したい、このコンサート。ちゃんと覚えてるんですね。覚えてる覚えてる。すごいレッスンとかもみんなに支えてもらったから忘れないな、このコンサート期間は。よし、じゃあキリがいいのでここまでにしようかな今日は。じゃあこの MC から次は見よう。とりあえずここまででします。この終わったとこぐらいから次は配信しますね。はい、わあ見終わりました。見終わってないけど
とりあえずね、あと4分くらい。そう、全部は見切れなかったけど、みんなと実況配信初めてしたんじゃないかな。私は何回も見たんですけど、きっかけがあったおかげで初めて見た。よかった、嬉しい。ひだんやのコメントがおもろかった。そう、本当に正直に普通に言っちゃってたから、結構やばい系、やばいやばいことも言ってたかなと思うけどまあいいんじゃない人それぞれだしね。はい、どうでした？でもみんなやっぱさ、集中してたんだね。全然見てない人いるのかなと思ったら、終わった瞬間にみんな、コメントしてくれてちょっと安心しました。次の時はできたらコメントもよろしくね。裏話って貴重だから楽しい。そうだね、みんなは知らないもんね、裏話とか。コメントたくさん読んでくれてありがとう。こちらこそありがとう。センシュアリティ、そう、AKB のそのユニットライブのやつも後々やろうと思います。てか今週来週にやろうかなって。でも実況配信なんかお昼の部やったから、4公演あるので4公演やったらセンシュアリティにしようかなと思ってます。別に実況配信センシュアリティの2回とかやってもいいし、私もまだたくさん見れてないので、そう、最初から最後までちゃんと見れてないので、何回も見たいので何回も実況配信します。はい、ピット祭りもね、そのうちやってみてってね。ピット祭りも入ってたよね、この DVD に。あと1分、あと、本当だ。じゃあ読みますね、みんなコメントありがとう。んじゃあ読みます。1位ひろかんむりさん、2位かっちゃん、3位はっしーさん、4位まりゆりさん、5位ラブいちごちゃん、6位かつみさん、7位ハーマンさん、8位ナンハンさん、9位あやぽんあやかさん、10位ピータさん、11位ショコラさん、12位キャプテンアクアさん、13位ノブさんです。その他の人もありがとう。なんか途中から見た人とかはやっぱ実況何やってんだ、どこから見ていいかわからないみたいな人いたと思うんだけど、今来た人とか。また告知するので、明日もやるので実況配信見てください。明日はじゃあ途中から見ようかなって思います。また時間お知らせします。ありがとう。そろそろ切れるかな。おやすみ、バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。